本殿草戸稲荷神社は、広島県福山市草戸町に鎮座している稲荷神社である。ある稀に、日本三大稲荷の一つとされることがあるが、一般的には、京都伏見稲荷の系列の中における、日本稲荷五社と称している。草戸稲荷神社本殿から見た福山市祭神は、五色神、浮かし魂神、大名虫の神の三神であり、境内には二十社近い稲荷神社と八和田神社が、 末社として祀っている。この神社は、福山市では最も初詣の参拝客が多く、広島県内でも広島五国神社に次いで2番目に、多く毎年をおおむね40万人以上が訪れる。また駐車場は小規模なものしかないが、初詣時には、足田川河川敷が無料駐車場として臨時開設される。そのことが、多くの参拝客を集める一員となっている。 またこの無料駐車場は、足田川の東側にあるため、西側にある道神社までの橋が、車両通行止めになり、便宜を図っている。かつて本殿は、廃殿の裏にあって目立たないものであったが、昭和時代末期に、コンクリート構造物が構築され、その上に移設した。またこの本殿場から、福山市中心部を一望することができる。平安時代の807年に、 妙王院を回帰したとされる空海商人が同時の鎮守として祀ったのが最初とされる。当初は社殿が足田川の中洲に鎮座していたが、たびたび洪水により流出していた。1633年6月に初代ビンゴ福山藩主の水野勝成が現在地に再建した。現在は神社本庁から脱退した単立宗教法人である。神社本庁は、 新党政治連盟や日本会議といった政治色の強い団体と協力関係であるため、そのような脱退が近年多くなっている。廃殿、本殿、社務所、草取歴史民族資料館、また初詣の時の道稼働が使用される。ありがとうございます。